午後7時40分となりました。しゃべくり松代第322回です。本日のゲストは私たち松代町観光親善大使小松姫です。はい、そして本日のパーソナリティはこの方です。お世話様です、7時40分になっちゃいました。今日はちょっとあの回線の具合があんまり良くなくてですね、開始が遅れてしまいました。というわけで今小松姫いつものスタイルと違う方法であのスタートをいたしましたということです。はい、はい、ということで本日は私たち小松姫の夏以降の活動を振り返りたいと思います。300回の記念の時に、7月までの活躍についてはある程度報告をさせていただきましたが、若干画像がダブル分ありますけれども、写真集といいますかね、スライドショーにしてありますので、平田姫の方から進行をしていただきながら、はい、説明をしてください。はい、はい、お願いします。では早速参ります。はい、はい、いきますよ。いきますよ。はい。ドン。ドン。ドンならないじゃん。ちょっとお時間いただきます。はい、あ、そうなんだ。はい、あ、はいはい。はい。こうね、はい。はい。これは？これ8月の謙信公祭りです。新潟まで行ってきました。はい。すごく暑くて大変でしたね。はい、大変でしたね。うん、先週ね、朝日さん甲冑隊出ていただきましたけれども、はい、兜をかぶっててもね、すごく大変だというようなお話ありました、ね、話をしてました。はい、ちょっといつもとは全然違うパターンでやってるもんですから、ちょっとイレギュラーな面白いところも見えるかもしれませんけど、はい、あれ見えない。また変になっちゃった。いいですか？はい、いいですよ。じゃあ次行きまーす。はい。ドン。ドン。はい、こちらハートマークがいっぱいじゃん。どうしたの？そうですね、ちょっと一般の方なので一般の方ね、はい、ちょっとラブリーにしてみました。ラブラブでね、はい、これは9月に行われたライオンズクラブさんのお食事会になるのかな、はい、なんかビデオ撮ってる、なんか勝手に録画しちゃってるけど、まあいいや。はい、参加させていただきました。はい、はい、行きます。いいです？いいよ。はい、どう、はい、こちらは、はい、10月9日に真田十万石祭りに出ました。はい、でこれは甲冑隊の皆さんと一緒に劇をしているところですね。はい、そうです。寸劇六文銭を渡す役をやらせていただきます。あ、はいはい、手にね持ってるんです、ちょっと。はい、はい、いいです。次行きます。はい、いいですよ。はい、どう、これが一番肝心だからね。これ一番肝心ですね。はい、二本松さんの経営しているめみくらさんで、うん、美味しい信州フードという、ウィークというものがありまして、うん、そちらで私たち一緒になんて活動をさせていただきまして、ね、はい、この日に来ていただいて、そのめみくらさんの、作った小松姫のあんずヨーグルトと長芋ジュースなど頼んでいただきますと、私たちと一緒に写真が撮れるという企画をさせていただきました。はい、何十組来る予定だったんだけど、ね、何組くらいかな来たんだよね。はい、でこれは県の農政課の、まあ、主催っていいますか、そういったのがありまして、でこれで、何か催し物を地域でやってくださいということで、いろいろプレスリリースをしていただいたりということで、お二人もねちゃんと和装をしていただいて、はい、サイン会をしました。はい、いうことでございます。はい、じゃあ次行きましょう。はい、こちら食つながりで、はい、11月23日つい最近ですね、1ヶ月ぐらい前ですけど、食の合戦 in 信州松代に出演させていただきました。この日でちょうど1年なんですよね。そうだね、2回目には回数って2回目になりますけど、はい、昨年のですね、あ、また消えちゃった、はい、昨年の11月の20日が一番初仕事になります。そして23日の、食の合戦でいわゆるお披露目会ということで、出てきました。それからその次に12月の10日に東京のツアー会社 PR にね、
はい、行きました。またいつもの通り宮坂代表の電話が鳴っております。で1月年変わりまして1月に長野駅前で PR 活動をしながら、はい、いよいよ真田丸本番ということで、宝物館 の内覧会で、はい、これ2人とも行った、ね、行きました。で1月17日にオープニングイベントということで、この時に清丸くん来たんだっけ、ラジオこの後だっけ、清丸くん NHK ラジオこの後ですね、NHK ラジオですね、 春です。何するかは。はい、まあ、今写真でいろいろご紹介をさせていただきましたけども、松代テレビの方へも数多く出演をしていただいております。はい、まずお二人 の12月に昨年の12月の21日の第269回ということで、お二人のデビューと、まあ、ちょうど今日と同じようなお支度な感じで、はい、あ、場所も逆だったかな。場所は逆ですね。逆だったね。はい、パーソナリティもちょっと違いました、ね。パーソナリティは曲がりおさん。曲がりおさんです。はい、していただきました。はい、その後5月16日に290回で小松菜プロジェクト。はい、それ入ってなかったっけ。入ってます。入ってたよね。この後じゃないよな。時間が違うね。はいはい、いいですいいです。小松菜プロジェクトで、はい、こちらです。あ、西子さんがね、はい、ご紹介してもらいました。いうことでございます。そして300回の特番で、ここまで のご紹介をさせていただきまして、今日その後またカメラがおかしくなっちゃった、はい、慣れたもんだね。落ちなっちゃった、はい、ということでございます。はい、はい、そして小松菜についてね、それからさっき のご紹介させていただきました、フードプロジェクト、これについては、はい、強い、非常にね、彼女たちの、まさに何て言うんですか、本当の住民ディレクターの活動じゃないかなと思うんですけど、観光親善大使として松代のことを思っていろいろこうプロジェクトを今まで進めてきていただいている、フードプロジェクトの紹介、ね、再度もう一度してくれる、どういう目的でどんな内容だったのかということで、長芋と安蔵を使って料理を作りたいと、この料理を通して若い人がもっと松代に来ていただければいいなと思って企画しました。そうだね。それで、真田丸は、まあ、一応テレビの放映は終わりましたけれども、はい、まあ、この後もね、はい、続けていくために、この料理を作りましたと、はい、それともう一つねお知らせ、さらにじゃじゃーんじゃじゃーんだね、ドーンと、はい、これ肝心だからこっち映して言ってる、はい、これ肝心ですよ。ということで、はい、実は食の合戦から大体食の合戦までイベントをして、オーディションをして、小松姫をこうね選んでいくというのがあったんですけれども、皆様の強いご要望、特に私の強い要望商工会議所の方にお伝えしまして、来年の3月31日まで、はい、延長となりました、はい、ということで、さらに、はい、松代の町のために、うん、ご活躍をいただきたいということで、任期延長になりました。はい、はい、なりました。ノーギャラでね、松代テレビと一緒だね。さっきもちょっと住民ディレクターの活動というような言い方しましたけれども、また松代テレビはやはり今までね岸本さんたちおやりになっている映像を通しながら地元のことを発信していくという、そしてまあ地域の人と共有を情報共有しながらね、地域のために活性化のために行動していくというのは住民ディレクターの活動なんですけれども、新しい形でね、三田事務局長という形で私らは活動してますよということで、特にお二人には非常に力を発揮していただいて、でまた3月までねまだありますので、はい、お願いをしたいと思いますけれども、はい、何かそれに向けて、もうちょっと時間かかるんだ ねちょっと鈍いんだな、あ、はい、ごめんなさい、これはね実は真由美姫が特技としております、
特に好きなだけです。眉毛抜いてください。抜いてください。眉毛姫写してください。あ、そうそう、写してもらいたい。まあモニターがないんでちょっとわかりませんけど、ちゃんとワイプで抜いてもらってるかな。はい、抜いてない？はい。はい、こちらのイラストはですね、はい、Facebook にて松代 の、 私たちの小松姫ページがあるんですけども、うん、そちらで真田丸が放映されたその週に、感想を交互に書いていただいて、そうだね、1週間おきに今井美姫と、はい、平田です、ゆいひん、はい、分かってるよ、もう忘れてないから大丈夫だって。ちょっと忘れちゃったかなと。永遠の姫に忘れてしまいました。そう、そういう年ではあるんだけど、はい、すいません、はい、またこうなっちゃった。永遠の姫が、はい、はい、ということで2週おき、1週おきか、はい、いうことでね、いろいろ、はい、そのあの場面が良かったねというようなことで、うん、なんか季節して追走番組になりましたけども、うん、こういう形で一応イラストを残して、まあ今いろいろねお話があるんだね、展覧会やりましょうとかね、町歩きセンターでもその飾りたいというようなことを言ってましたけど、こんな絵でいいのか楽しく描かせていただきました、うん、ね、でもということで三田さんもういいよこっちの方へ、うん、最終回、はい、はい、最終回、あ、ごめん、もうちょっと待ってて、最終回のね、はい、最終回のね、最終回だけあの下書き書いたんですよ、それ以外は全部あのそのまま直接書いたんですけど、ど真ん中のね、はい、あの短筒を持っているやつね、これね、はい、ね、それだけは下書き書かないと書けないと思って、そう、私にはあの感想を聞かないでってあのゆい姫に言われました。なぜかっていうと、もうとてもじゃないけど一言で語れない、そう、ね、そうです、俺は特に49話が良かったんだけど、最後の前夜です、ね、あのお二人でラブラブのちゃん三谷さんも台本にはなかったみたいなことが書いてありましたけどね、はい、はい、この後画面なんかあったっけ、この後、うん、ございません、ございません、はい、これでおしまい、はい、あ、そうか、はい、というようなことで、はい、こういったことを踏まえてね、はい、まあそれぞれの最後あの意気込みをね、はい、お話をいただければと思いますけど、はい、はい、1年半前に私は実はこちらに来て松代町に来たんですけども、まあ、小松姫の活動でそのうちの1年間やらせていただきまして、うん、本当にあの真田丸っていう大河ドラマがあったことでご縁があってあの選んでいただいたので、本当に貴重な体験をさせていただきましたし、多分こちら の、 あの小松姫っていうのをやらなければ出会えなかった人たちもたくさんいたと思うので、うんうん、本当にあのいろんな方とも出会えて、さらに松代を好きになった1年になったなと思いました。はい、はい、ゆい姫、はい、はい、私はですね、この今回小松姫フードプロジェクトを企画させていただいたことによって数多くのメディアに取り上げていただいたんですね、うんうん、テレビいっぱい出たね、ラジオも出たしね、そうです、この1年でラジオやテレビにたくさん出させてもらって、うん、人生で一番充実した1年になりました、はい、もう慣れたね、もうだいぶ慣れたね、だいぶ慣れました、テレビっていうのは松代テレビも3回も出たしねまあこれからもね、実は出も呼んでくださいよ、出てもらいたいんですよ、ね、3月までお仕事あるわけでしょ、そうです、ねね、ノーギャラですけど、ノーギャラですけどしつこいって、はい、で、はい、この大河ドラマね、真田丸が終わってしまいましたけど、うんうん、来年も引き続き松代の観光 PR も頑張りますし、うん、私たちもっとね精一杯、はい、今以上に頑張りますので、はい、来年もどうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、そして今年最後のね、はい、放送、そうですね、今年最後の放送になりますので、うん、はい、良いお年を、あ、もう閉めちゃうわけね、あ、まあまあ一旦ね、小松姫コーナーはこれで終わりまして、あとは最終回でございます、最終週でございますので、最終回じゃないよ、まだ続くんだよ、まだ322だからね、はい、来年も続くんだよ、ね、はい、で実は去年の12月の最終の一つ前に小松姫がデビューでここに出てもらった、で一番最後の日28日だったんですが、みんな揃ってね、おじさんたちがん首並べて、それでこうなんかなんだかんだとこうやったわけですよ、ね、それじゃ面白くないっていうんで、ぜひ今年は2人で出てもらって、締めてもらいたいという話になりました。でその後ね、まあ今日みんなそんな心境じゃないんだろうけどね実は配信の回線の具合があんまり良くなかったもんだから、オープンが40分ほど遅れましたけれども、なことで最後に
なんか身沈んじゃってるよ。ワイヤレスマイクまでやって、新しいシステムでねこう、出るようにやってますので、はい、はい、じゃあ宮沢代表、はい、じゃあカメラお願いしますね、追ってってください、どうぞ。はいはい、ですね、今二本松さんもお話になりましたけれども、スタッフみんなね今日は沈んでおります今年最後というわけではなくてですね、パソコンそれからネットですね、いろいろ故障になりましてですね、40分配信時刻が40分遅れまして、本当に沈んでおりますということで、今日のね、今日じゃない、今年の反省をということになれば、失敗しないように配信したいなということであります。でこちらに皆さんおりますのでね、順番に、お話ししたいと思います。反省を含めていい、はい、もうそんな暗い話はいいの、もう締めなんだからさ、ね、はい、どちらからこちら、だいぶ遅れちゃってね、本当に最後ぐらいうまくいきたかったんですけど、もうその話やるじゃん、はい、はい、来年はね、あの取り年ですので、ね、大きく羽ばたいて、まあ、スローテレビも羽ばたきましょう。はい、じゃあ清水さん、今年はもうちょっとうまくやろうと思ったんですけど、まあ、思うようになかなかいかなくて、ちょっと自分としては不満足だったんですけど、もう少し、もう言うこと終わりです来年はもう少しいろんなことをしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、福井さんどうぞ、はい、どれどれ、あ、いいよ、映ってますか、はい、毎週小松姫の2人に来てほしいなと思います以上です。はい、今年最後という形ですね、まあ、来年はこういう形で、はい、いけばいいかなというふうに思いますね。よろしくお願いします、はい、あ、切り替えしてもらった、はい、じゃあアップでやっていただいて、はい、はい、どうぞ、はい、はい、じゃあ尾又さんこちらへ来ていただいてどうでしょうか。あ、いいよいいよ、カメラのとこみんな回そう、清水さんそのカメラ回して、あ、回してくれる、あ、じゃあお願いします、はい、お願いします、カメラをやっております尾又ですけども、この1年間真田丸でだいぶ忙しかったです。来年もですね、1月の7日から4月の3日まで、真田宝物館でまた真田家のですね特別展をやりますので、素晴らしい資料が揃っているかと思いますので、ぜひおいでいただきたいと思います。以上です。はい、片桐です。1年間、まあ、ここまで順調に来たんですが、12月に入って、ちょっとつまずきがあったようです。まあ、これも機械のことで何が起きるか分かりません。そんなことでね、これからも精進して一生懸命頑張っていきたいと、こんなふうに思っています。よろしくお願いします。はい、それでは、はい、お正月気分でちょっと門松、はい、締め縄ねやりますね、はい、ですね、松井須磨子っていう松代出身です。はい、この企画展というのをやりますね、樋口家住宅で1月の4日からね行います。で、命日がね1月5日なんですよね。お、うん、で、あれですね、松井須磨子さんのお墓でお参りをして、それから樋口家住宅へ行って、1時から、ね、トークショーをやるという形になりますので、ぜひ参加いただければなというふうに思います、はい、よろしくお願いします、はい、あ、2時、はい、あ、2時だそうですね、はい、申し訳ありません、あ、そうだ、1時に行って2時に
トークショーという形になります。よろしくお願いします。で、先ほどねあのトラブル続きで、まあ、あのいろいろ申し上げたんですけども、松代テレビとして、いたしましてはですね、今年1年、無事に、最終回まで今年最後ですね、放送もできました。皆さんも本当にありがとうございました。またあの来年の予定はですね、1月2日にあのこれからね、申し上げますけれども、やはり、毎週生放送を行っておりますので、皆様ですね、松代の皆様、皆さんですあのぜひですね、こちらに出ていただきましてよろしくお願いしたいと思います。それでは来週予告を。来週、はい、新春松代テレビの29年の抱負を語る。いいね。ね、何を語ろうかっていう形で、抱負を語る。そう、まあね、お休みの間によく考えて、ね、当日パッと出るようにお願いしたいなと思いますね。ここにいらっしゃる皆さんが、はい、ですね。そうです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さんこちらに並んで、ね、最後、最後の、ね、そうですね。今年最後の別れをやります。こちら、はい、こちら並べますか。いいですか。はい。ね、はい、みんなでこっち行きましょう。うん、はい、カメラ置いて、カメラ置いてこっちに行きましょう。最後あのさーっと最後だけ切りますから大丈夫ですよ、うんうん、片桐さんもこちらに行きましょう、うん、皆さん来ていただいていいですか、うん、清水さんも来れますか。そういうこと言うか、はい、よろしいですかね。よろしいですか。はい、来れます、清水さん。これ切り替えて、はい、はい、じゃあいいですか、はい、よろしいでしょうか。入ってる、はい、それでは本当に1年間あ入ってますね、入ってますね、はい、1年間本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ大松さんも来ていただいて、はい、どうぞどうぞ。大松さん来る、大松さん、さよなら。もうしばらくお待ちください。はい、はい、はい、OK、はい、来ました。はい、一番いいポジションに来ちゃった。さよなら。はい、では私は。はい、ありがとうございました。いや、最後、さんうまく切って。